い、こんにちは、サルウィンです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。あ、くしゃみですわ。はい、こちらババーン。おならこ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 ならいつも通りではありますが、で前回純正エルフリーナちゃんがね、決定力不足で負けちゃいましたね。まあちょっと、純正の方が確かに不安定な形ではあるのかなっていうか、決め手にさラテンが足りなかったんですよね。いやいやうわうわうわ、バリ眠いっす、させん。というわけでちょっとね、1枚だけ入れ替えたいと思ったんだよね。入れ替えたい、入れ替えたいというか入れておきたい。シンシア引けないと火力がないので、であっち普通のエルフリーナの方は風神がいるから打点があるんですけども、こっちは足りないと。そしたらやっぱこのね、せめて1積みでもいいからね、まあ、使い回せる可能性があるからね、このブレスウェアリーダンサーを入れておき、打点を上げられるようにしておこうという試み。さあ何を抜くかですね。そうですね、1枚も入れておきたい気持ち。ワンダエルフメイジー、ワンダエルフメイジー、でもなーだよね、いいアクション取りそうだよ。絡みつく、絡みつくね、本当に絡みつくんですかというところ。これでもな、これもまあまあいい動きすると思うし、相手のアミュレットに触れるか触れないかってのはこう長期戦を見越したこのデッキ的にはありですね。ありありですね。ありだよー。フェアリーナイトが果たして3枚いるのか。でもまあ言うてだよねー。相手が、てかまあ一時とか潰すのにはすごく強い。アンダーエルフメイジなのか、ここは。まあ、この子に頼らなくてもハンドは増やせるけど、問題はそこじゃない、なんか違うような気がするな。いっか、いっか、うむ、こんな感じでいこうか。そういうこと言って形的にはこんな感じ。本当にあのファンファーレ効果を上手に使えるかどうかっていうのが肝になってくるね。あとはまあしっかり序盤中盤でダメージ与えてとどめの白輪の矢を打つと。まあ基本分かりやすい形なのはそのままです。行こう。あ、そっか、そろそろ生成、どうしようかな。まあ次の週でいいかな、もしくは15週目キリがいいから。ファングスレイヤー、生まれた時から怪力でお袋には迷惑かけちまった。だが巨人並みの怪力のおかげで巌流だろうがぶっ飛び出るんだぜ。巌流であってんかな、岩流っていう剣かっこいいね。てかすごいな、力持ちやね。ほんと怪力なんだろうな、絶対この剣重いでしょ。そんな持てます片手でみたいな、ガッツみたいな。すごい、すごいっす。エルフステージだ、負けるかにはいかねえ。行くぜ。私だって戦えるんだから、どうぞお覚悟を。先行は取られたが、まあまあ、あ、いいねいいね。あ、でもフェアリーナイト4だったね。そう、3コスじゃねえんだった。あ、うわ、もうキープしなくてよかった。まあいっか、よろしくね。まあまあいっかでいいんかな。ダメアクションなし、オッケー。まあ、なんか引ける。ああ、メイちゃん、エロいぞ、エロいぞ、メイちゃん。痛いの嫌いなの。シンシアも負けたな、打点的には。あとは間が欲しいね、間がね。ちょっと間がないんだよな。てか、フェアリーナイトチェンジ絶対やったな。お帰りなさいませ、ご主人様。見旗跡を見て間違いない、と思いま。こっち来ないでなの。
いやー、次のアクションが弱い。申し訳ありません、ご主人様。ちょっとなんか引いてくれ、頼む。さあ、戦場をかけましょう。あー、メイちゃん嫌いだね。メイちゃん嫌いですか。あー、グッド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 、マジグッド。ずっと一緒に。あんた増やせる。今日も森は平穏ね。いいですね。一人相手が見旗張ってくるか。仲間との絆で私を強くする。なるほどね、これはじゃあ美味しい。お願い妖精さん。それ、よかったね、見旗割れるじゃん、すごい。これ森の嘆きが聞こえます。ここで決めるよ。いい展開だ。神樹様の導きのもとに、刹那に咲く命を。みんなに示しがつかない。並べていっちゃうね。ねえ、何して遊ぶの？ねえ、何して遊ぶの？いい感じにハンドはあるよ。さてさて、降伏します。嘘でしょ、マジですか。早い。そして俺新カード特に使ってない。まあ実際構えは強かったけどね、そこそこ。やったー、勝ったよ。うん、事故っていたのか。はい、お疲れ様でした、バイバイス。しかし早いな予想外。はい。